お弁当こと金兵衛でした。しかもその中でも結構好きな銀だら西京焼きという、はい、めっちゃ好き、めっちゃ好きな弁当でした。最高。明日のお弁当情報も来てて、明日もやばいですね。明日も楽しいです。嬉しい。オンラインの時は確かにお弁当なんですけどね、あのリアルのお話し会の対面の時とかは今もホットミールがね戻ってきたんで、そう、あったかいご飯が食べられるんで、それはそれでいいんだよね。どっちもいい、どっちも嬉しい。とりあえずご飯ありがとうございますって感じ、いつもチョイスがいいんです。お弁当情報を事前にいただけるのねって、そう、なんでだろう、今回そう来てた嬉しすぎる。お話し会でなんか気づいたらオンラインはもう明日で一旦ね区切りになっちゃうんですけど、そう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 、オンラインはオンラインで楽しみたいですし、月末にあとね対面でお話し会がありますね。そちらも楽しみでございます。ありがとうございますうん、吉野家の牛丼どうでしたか美味しかったよ。動画ですね、 YouTube 見てくれてありがとう。見てね、見てない方は、はい、ぜひ見てください、うん、YouTube 見た、ありがとう、ありがとう。見てね。今日は何が多かったかな、まあとは、あーまあそうだな、何が多かったかな、今日トータルでどういうお話が多かったか、僕隊かな、やっぱ僕隊とか劇場公演とかですかね。あとマッチームコンのことだったり、トータルで言うとそうかな。あとはちょこちょこちゃったり、はい、いろいろ話せました今日も、はい、いろいろ話せました、うん、今日は今日はね、小田にトーマスの、お菓子をあげるって約束をしてたので、その約束とあとまなみさんにワンピースのシールを渡すっていう、その人にプレゼントするっていうそのものを忘れなかったのが今日良かったところです私大抵ね忘れるんです。いつもなんか置いてるのにね忘れちゃうんですよ。でも今日は忘れずに持っていけたのが良かったです。そう、うん、まなみさんのワンピースのシールのは、そうそうそう前にルフィのシールもらってたのでお返ししたいなって思ってたので、はい、ファンの皆さんからもシールいただいたし、自分で引いたシールもあったのでかぶったやつをそう欲しいシールをなんか聞いてたので、その時に、うん、渡したのが良かったですね。と小田とのそのトーマスのお菓子なのはたまたまそのトーマスのチュイングキャンディーっていうお菓子があるんですけど、小田のツイッターに載ってるんですけどあのお菓子がね生産中止になっちゃうってことでね、もうこのように存在しなくなっちゃうわけですよ。今出てるものだけで終わりらしくて、もうそれが悲しくて寂しくて、無理なんですけどってぐらい私も結構すごい好きなお菓子なんですね、はい、でそれをねもうね分かった瞬間にもう私はお店いろいろ見て回ったんですけど、ありそうなね見たんですけど、もう売り切れててどこも、うん、だからもうないじゃん、東京にはもうないじゃないかって、まあ東京たくさん人がいますし、うん、あもう食べてたのまあでもとりあえずなかったんですよ。
ないのかと思って、だから私はもう家族という手を使いました。もう家族にトーマスを見つけたら買っておいてくださいって連絡したらですね、そしたらうちのお母さんがですね、私の母がめちゃめちゃにトーマスを買ってくれてお取り寄せしたの。そうなの、お取り寄せなのあれママがそう、絶対食べきれないよってくらいなんか買ってくれて、まあ本当になくなっちゃうので全然嬉し、すごい嬉しかったんですけど、これそう食べれないかもってくらい、まあなんかいっぱい届いたので、なのでプレゼントしました。たまたまそれでね、なんでその話になったのかわかんないんだけど、なんでだったかな、お菓子今日のお菓子もういっぱいだねみたいなお菓子の話をしてたんですよ、多分楽屋で。なんでだっけ、でもなんかそれでなんかそういえばさみたいな、トーマスのさって話し始めて、隣でちょうど楽屋隣にいる時に、でと思って、トーマスと思って、もしやあのお菓子かいと思って、私が取り寄せしたあのお菓子かいって、しかもその前の前の日ぐらいにそのかなりの数届きましたけどお母様ってぐらいの、そうトーマスだったんで、私はトーマス、そうなの、まあ嬉しいけど食べきれるかなっていう思考もあったりもして、そしたら横でトーマスの話してる人いて待ってトーマス家にあるけどって、なんかもう食べれないの悲しいって言ってたから、待ってあのトーマスだよねって言って一回その楽屋でめちゃめちゃに、そうすごい偶然だよね、なんか狙ってたかのようにっていうか分かんないけど、めっちゃトーマス欲しい人がいるって思って、一つあげたいと思って、そうめちゃめちゃあるから気にしないでって言って、もう貴重な品なんでね、あれ食べたことありますか、あのトーマスめっちゃ美味しいんですよ、でも一個食べたら止まらないってくらい美味しいので、食べるときは気をつけないとっていうはい、魔のお菓子です、あれはめちゃくちゃ美味しい、どうしよう、もう本当にないんだよね、それはそれで悲しいのよ本当、お菓子そう大事に食べる、マジで大事に食べる本当に、トーマス美味しいガムっぽいけどキャンディーなの、チューイングキャンディーだから食べきれます、飲み込めます、ガムは飲み込めませんけど飲み込めるお菓子、美味しい、食べたことないだって1個あげたいぐらい配布したらなくなっちゃう賞味期限来年の4月、そうそうなのそこまで言ってんのね私もだから、これ毎月ちゃんと食べていけばもしかしたら来年の4月までは食べれるなっていう、はい、視聴者プレゼントいやしてもいいくらい、いやでもちょっとダメかも、やっぱそう多いかもしれない、限定1名様に限りますねまだね、まだ食べてないです、ちなみに届いたやつ食べれなくて、私もずっと結構あるのに食べれないんですよ、なんかもうでももう食べたくてしょうがない、大事にしすぎちゃうから良くない、もしかしたら今食べた方が美味しいかもしれない、期限切らさないようにしないと、ミンティア状態になる、あそうミンティア新しいの買ったのもうダメだから一旦ルフィとゾロで抑えといた、とりあえずね、とりあえずはあこれでもうとりあえず大丈夫だと思って、もうねダメなんです、見つけたら買っちゃうんです、もう見つけたくないんですけど目に入っちゃうんですよね、見つけちゃいました、でも一旦これで終わります、とりあえずこのミンティアも食べれなそう、無理ね、やばくない、そういいんだよね、ちょっとさ上からの角度なのがいいんだよねいいよね、思わず買っちゃった、とりあえず2個ルフィとゾロ、
ダメだわ、見つけちゃダメだわ、うん、でもなんかツイート出てくるから、いろんなのがなんかね、また新しいね出てたんだよな、なんだっけな、なんかで、なんかコラボかなんかさ、違う違う、あれだ、麦わらストアのショップなんかだったかな、グッズが出るともう大変ですね、見ないようにしないと推し活、うん、したくなるよね、うん、あったら買っちゃうんだよね、そうなんだよね、買っちゃうね、ねえでも今日もワンピーストークもできたりしたので楽しかったです、うん、ワンピートークもちゃんと、なんかね、あのねそう、見てくれる方が増えたりとか、その配信で、まあ私はよく喋ってるからなんですけど、なんか言ってることが分かるようになって楽しいって言ってもらえて嬉しかった、うん、すごい嬉しいですね、やっぱり、はい、私の好きなものを共有できるのが、はい、嬉しかったです、ああそう見てくれたんだと思って、うん、楽しかったねアンバサダーいや本当に広めたい、面白いからね、うん、そうそう、具体の話も多いですけど、そうなの、僕体ね、もうあさってなんですよね、気づいたら、はい、練習してます、今日も練習します練習して寝ます、楽しみだね、楽しみ、よろしくです、今日来るよって言ってくれたファンの方も結構いらしたので、はい、安心はしないけど、あの嬉しいですね、あ来てくれるんだっていうのもあるし、はい、楽しみすぎます、うん、立ち位置に関して聞かれるけど、まあなんかと楽しみの方がいいかなってことであんまり言わなかったんですけど、そうそう、それはそれで、だって初日は初日っていう楽しみ方だと思いません？そうそうそう、そのなんかここに行ってみようっていう、その試してみてください、そうそうそう、まあでも劇場公演っていろんな、そう全く同じポジションにずっといるわけじゃないのでね、なんかね、憎いけどいいとこですよね、柱が何回も見たくね、角度変えてみると多分また違って見えたりとか、意識するポイント変わりそうだから、上手下手なだけで全然違うし、真ん中は真ん中でも前の方の真ん中と多分後ろの方で立ってみる真ん中の方とか、まあお立ち台ぐらいこう遠目から見るのとかもそうですけど、全部見え方違うからね、なんかそれはそれで面白くていいとこですよねみんな待って、柱への思いがちょっとコメント過激柱がないと公演成り立たないから、柱なくなったら劇場がなくなっちゃうから大事なんだよ、あの柱もダメだよ、柱ちゃんとね、柱も大事にしていこう支えてくれてるから、そうそうそう、ね、はい、違うんです、あれですよ、かっこいいこと言うと、もうどんな席でも上席にするっていうことです、はい、かっこつけて言うとどこで見ても楽しいねってなったら一番いいなって思いますくさくさ、うん、よろしく頑張ります、はい、楽しみますうん、いいじゃん、私なんか見えないじらしもいいなと思ってしまう、そのうん、見えないよっていうあれもなんか、うん、楽しんでほしいなっていうか、はい、まあだからまた来ようって思ってほしいなって思いますし、
はい。だそう思わせる行為にしていかないとなって思いますしね。はい。いろんな意味で柱大事ですね。はい。ポジティブに。でも柱の前にあのオンデマさんのカメラもあるから、そうカメラ見なきゃってなんかなっちゃう。あのね、柱の前 3.5 ぐらいなんですけど、立ち位置で言うと上下もどっちも 3.5 ぐらい、あの位置はそう、もう逆にオンデマが一番真ん中で抑えやすい位置ですね。そうカメラ目線タイミングかもしれない。私あんまりね、はい、あんまりねないですね、うん、立つこと。でもなんかあそ、その柱真正面の位置に立つと、なんか時々たまにもしかしたらカメラ見たりするんですけど、あんまりねそうあんまりカメラ見れないんですよね。笑っちゃう。なんで見れないんだろう。うん、オンデマのカメラ見るのがね少ないんです多分いいよね、なんかね、柱あるのが面白いんじゃん。そうなんだよね。柱が透明になってほしい。あ、なるほど、そういう思考になったことなかった。なるほどね、確かに透明でいけばね、見えるか。見え方すごそうだけど(笑)でもなんか感動する。あのさ、鏡ついてるじゃん内側に。あれさ、反射して見えてるってことなの？見えてるのかな。私はあんまりその座って見たことないからわかんないんですけど、あれ鏡で見えるんだ、もしかして。この鏡ってそういうことかって、そうすごーっと思って、そのあ、そこまで見えないそうなんだでもすごい見える位置も多分あるんだろうね、あるのかな。うん運が良ければミラー、なんかその見える努力を感じるのが私はなんか面白いなって、うん、あー見えるんだ、へー、そうね、うん、でもなんかいろんな立ち位置の量がそうなかなかあるから、なかなかねさ、立ち位置がもうなんか一人でこう練習してると立ち位置がねやっぱ覚えづらくて、みんなでいる方が、みんなとリハーサルして踊ってる方があの立ち位置覚えやすいんですけど、把握できないから、なんか感覚でやってるから一人でだとなんか合ってるのかなみたいな、そう立ち位置が不安なんですけどね。でもなんか思った、いろんな立ち位置があってか一個一個に感動してるもん最近。どうしちゃったんだろう。でもなんかこのなんかさ上手行ったり下手行ったりとか、あ、色もなんかこうなんだろう、この劇場でいろんな位置はあるじゃない。だからなんかすごい感動する、このいろんな位置にあの行くように立ち位置が作られてるってことに感動してる。なんかもう一個一個すごいよね、うん、劇場ってすごい、うん、舞台ね、まあ、やっと出れるのですごい楽しみにしてますし、はい、よろしくお願いします。もう明後日ってことが信じられないね。これっきりにならなこれっきりにならないように、はい、また出たいですけど、10日、そう、次いつ出るかは本当にわからないんですけど、うん、ね、初めて劇場一緒に出ることがいるのかな、もしかして。どうだろうね、とかいるかな、いるかな、もしかしたらちゃんと出るのは一緒に劇場ね、公演として出るのはそうだね、チームなったことないメンバーは初めてかもしれないし、うん、楽しみですね、うん、いい経験してます。なんかあの
そうまるっと覚えてみるっていう。でも今日も合間とかにその僕隊出てたメンバーとか出てるメンバーとかひななとか今日はーちゃんとかオカリナと会えたから、そうそうそうたまにちょこちょこね振りを聞いたりしてます。いろんなこここう合ってるって、はい、そういう交流。方面が多いんだ。あ、そう、キーちゃんとかもいるしね。そうだね、確かに安心する方が多い。ガリナもそうだね、ハーちゃんもそうだよね、いるしね。確かに。うん、アミさん久しぶりだな。ひななもそうだね、久しぶりだ。確かにそう思ったら、そっか、せいちゃんと、あー、せなちゃん、うん、確かに。あー、そっか、なんかドボンコンとかでは一緒になったりとか、そうだね、あるけどね。うん、シナタン初かもしんないね、もしかしたら。そうだね、いや、あるある、リセット公演に一回出てくれた時があった気がする。初じゃないですね、そう思ったら。え、出てたよね、一回劇場ハーキーの楽屋にいたの、あれはセナちゃんだったと思うんだけどな。多分ね、出てたよね。なんか茂木さんがすごいよしよししてるのすごい記憶に残ってる。うん、ででも楽しみです。なんか不思議、いつもと違う感覚だからね。うん、楽しみます。うん、そう、お二人とサムネイルも続きますしね。うん、ね、明日は多分配信しないです、先に言っておきます。明日はね、配信できないかも。なんか終わった後にもしかしたら、そう、お仕事入るかもなんで、お話し会終わった後に。そうなの、だからもしかしたらできないんで、だから今日やってますってのもあるし、あの10日のこともあるし、10日早起きなんだよね、ちなみに。めっちゃスケジュールの話すると。そうなの、だから明日はします。いつもなんかお話し会の後にやってるイメージあると思うし、やってるんですけど配信を、はい、明日はやらないので、私に期待しないで。今日はドンしないのだって。ああ、もう今持ってるカード全部この間の配信で開け終わりましたんで、はい、ないです、開けるものが。ワンピースね。今私はシャボンディ諸島にいます。シャボンディ諸島、ケイミーとハッチンのくだりやってて、今レイリーが出てきたの、めっちゃかっこいい。待って、めっちゃかっこいいと思って、覇気がすごすぎて、覇気にやられそうだった。私も前も見たのに、うん、やばい、かっちょよすぎるやろと思って。そしてなんか新、あの新世代なんていうんだっけ、そうそうそう、ルーキーたちがさ、いいよね、みんな出てきて、あー懐かしい、待って、こんな感じだった最初と思って。そうなの、ワンピース今週も、今週次の月曜も多分休みで、来週じゃないですか、それこそ、もしかしたら10日までが休みって聞いてたと、聞いてたっていうかだったと思うんですけど、やば、一回読み直さないと。なんかそう気づいたら意外と1ヶ月ってあっという間だなってやっぱ思いました。怖いよ、もうそろそろです。うんね、だからちゃんと見よう、見ようと思います。うん、楽しみ、普通に。次もね、あ、次はあれ火曜日なんだ。お、あれか、そっか、海の日だっけ、祝日ですもんね、月曜日ね。見ましょう、見ましょう、楽しみ。
クワクワクワクですね。うん、ちゃんと寝てますかって。寝てる。でも昨日暑くて起きました。暑いですよね毎日。水分取っていきましょう。ほんと、うん、ねえ、めっちゃ暑い。気をつけてみんなも。うん、暑いから水飲んで。とりあえず水飲んで寝直せる。だって全然寝直しましたよ今日。今日4時ぐらいに1回起きたんですけど、4時半ぐらい、なんか30分ぐらい起きちゃったんですけど、また5時ぐらいに寝てまた起きてって感じです全然寝れちゃう、うん、今日もぐっすり眠れそうこの後、うん ね、うん、疲れ取れるって、うん、取れる取れるどういうこと？取れるよ。寝た方がいいよ一番は。エアコンつけて寝ないですね。でもそろそろつけないとかなと思うんですけど、寝るときつけないんですよねうん、暑かったらつけよう。うんってことでね、ちょっと早いですけど、そろそろ今日の配信は終わろうと思います。まだねやることがあるのでね、はい、長く、そう、30分くらいやったのかな。でも配信どうだろう、経ちましたかね。ありがとう、今日も見てくれてありがとうございます。まあ今日の話とかできてよかったです。はい、なんかよかった。あ、今 YouTube 見てねってことと明日もお話し会、はい、お話し会ある方はよろしくお願いしますですしね、なんかしばらく明日でお話し会が終わっちゃうのがやっぱ寂しいんですけどね。また次のねシングルなのか、またそうやって話せる機会がオンラインでもあるといいなって思いながら、はい、明日も明日楽しみたいと思います。はい、ってことでランキングを読みます。読みます。13位ペイちゃん、12位ヒデアットマークグリトコラ倒し、11位はなんて読むんだろう、ゆ読めないよ、どうしよう、助けて。多分名前だよね、なんて読むんですかねこれ。 UAK って読んでいいですかちょっと待って、やばい、初めてですね。ありがとうございます、11位の方読めないよ、オーマイガーごめんなさい、大悟さんみたいなことしてますね。その頭文字だけ言うっていう、申し訳ない。 UAK ごめんなさいありがとう、ゆうさんにしよう、じゃあもう10位筋肉愛好家さん、ありがとう。9位ゴーゴーさん、8位 TK トッカラトマック、タイお話かありがとう、こちらこそ。7位エビちゃん、6位立山研究アトマック、明日朝よろしくです、朝よろしくです。5位エムタカトマック、お話かありがとう、サイン楽しみ、よろしく。4位研究アトマック、奈良ちゃんに会いたくて会いたくて震えてます、会いたくて会いたくて震えるやつね懐かしい。3位サイアットマーク僕と行きます、嬉しい、待ってるね。2位ユーアットマーク仕事抜けた回あった、ありがとうお疲れ様、お仕事は今、1位ハジメアットマーク明日もよろ、メリークリスマスイブイブメリークリスマスイブイブまであと168日、おー、はい、ということで、はい、
気づいたらもう今日も終わりということです。皆さん今日もありがとうございました。お疲れ様です。うん、ありがとう。ごめんね、なんかちょっといつもよりも早く終わっちゃったんですけども、明日もあるし、はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さんおやすみなさい。またねバイバイ、おやすみバイバイ。